疲れ様。いやいやいや、こちらこそ。みんなもね、一日お話し会に縛られてそんな自由に動けなかっただろうから、お互いのお疲れ様です。音符見えてる？楽しそうな雰囲気出てる？赤いトレーナー？嘘？これ赤に見えるかな？一応ピンクのニットなんでございますけど、ま、ピンク、ショッキングピンク、ビビッドピンク、どっちだろう、違いがちょっとその2つの分かんないんだけど、まあ濃いめなピンクの、すんごい可愛い。なかなかっていうか、あれかな、ファンの人の前ではね初めて来たかも。全身見せて、あれに乗せたよ。ちょっと今立っても見えないからなんだけど、なあ、インスタグラムに載せました。それで見てみて。今パジャマに着替えちゃってしただけ。白のフリフリのねスカート履いてたんだけど、ちょっと動きにくいなと思ってさっき着替えちゃった、始まる前に。見えなくてもいいから、だってもうなんか、もうそれはさ、もうなんか違う目的が見え見えだよね。絶対立たないわ。丁寧にインスタに載ってるよって教えたのに、ちょっとなんか見え見えだわ。絶対立たない。お誕生日おめでとうございます。だってそう、もうちょっとでお誕生日なんです。ありがとう、早めに。そうなんです。クローゼット満パン？満パン。なんかもうピンクのお洋服のコーナーがあるんだけど、柄物とかもう耐えられなくなっちゃって、重さに。この間お家帰ったらなんかあれって、なんか崩れてると思って、この釣り棒っていうのかな、かけてるハンガーとか重さに耐えきれなくて、結構ぐーってなっちゃってた。うん、困ったね。あれをさ直すのが大変なのよ。いや多分ね、地震のせいではない、もう本当に。だからニットとかはなるべくかけないで、まあ、ああいうのニット系こういうのってさ、かけちゃうとあのこの辺の形崩れちゃうから、まあ、確かに重さ的にもそういう意味でもあんまりかけない方がいいんだけど、やめた、もうかけるの畳んで管理するようにした。折れてはない。そうなの、一人で出すの大変だよね、あれね、困っちゃって。着ないお洋服最近はあんまり、まあ一応ただ廃棄してしまうのはちょっともったいないなっていうのは一応取っておいて、誰かにもし欲しいって言ってくれる人がいたら時用のために取ってはあるけど、なんか前までは結構メンバーにあげたりとかしてたんだけど、なんか最近なんかあんまり人にお下がり譲るのってどうなんだろうって、相手ってそれ最初提案された時ってなんかどう思うのかなって余計なこと考えちゃって、なんかあんまり声かける勇気出なくなっちゃった。昔はもうなんかほんと気軽になんかこういうの着なくなったんだけどどうみたいな感じで言ってたんだけど、なんかここまで付き合いが長くなってくるとなんかみたいな、お下がりみたいな、なんかそう思うんじゃないかなって思っちゃって、なかなか
なんて言うんだろう、お下がりかよみたいな。でもそう、そこを気にしてしまってちょっとね、言えなくなっちゃった。でもなんかこの子どうかな、いいかもみたいな風に思ったけど、そもそも自分の服の好みとは合わないんじゃないかみたいな。だから結構最近はもうそのままポイってバイバイっていう感じ。誰かいたらいいんだけどね。そうかな、どうでしょうか。まあそんな感じです、最近の私の断捨離事情は。待って、私そんなにいつも肩出してるわけじゃない。たまたまレッスンの時とか映ってるのが肩出ちゃってるだけで、そんなにね365日どっか出てるわけじゃないんですよ。たまたまなんですよ。別にそんな新種の肩出し衣装なんて私着てないでしょ。いつも大体同じでしょ、アイテム。そう、ローテーションしてるだけで、全然そんなしょっちゅうそういうアイテムを手に入れてる女ではないのですよ、私。ほら今日だってもっこもこよ、今日は。というかカシミヤって本当に天才的ですね。もうあったかいのすごく、まあ、今日は天気が良かったからそんなだったけど、もうねこれだけで足りちゃう。あんまり着込まなくてね大丈夫だから。あったかいよカシミヤ様。初めてかな、自分で買った。お誕生日とかでお母さんにカシミヤ 100% のセーターっていうのかな、なんかそういうの買ってもらったことあったんだけど、自分で買ったのは多分これが初めてだから、素晴らしいと思って感動しています。そうなの、高かったからすっごい買うとき勇気いったのよ。って、なんか最初にまず色に惹かれたの、お店で見たときに。もうちょっと薄いピンクとこのピンクがあって、私はなんか迷った、薄い方と。本当はどっちも欲しくて色違いで買いたいなと思ったんだけど、まあ、まず値段は見ないで、まずあこのピンク可愛いなって、そのこのセーターがあるところに吸い寄せられていって、で触ってみたらめちゃめちゃふわふわで気持ちくて、で色も2色あって、あどっちも欲しいよこれと思って、そこで初めて値札を見て、あこれどっちも無理だなってなって、どっちかしか買えないなと思って。でも本当に迷った、薄い方のピンクかこっちの濃いめにしようか、まあ見ての通りこっちになったんですけど、そう気に入った形のはね、なるべく色違いで買いたいっていう、なんかそういうファッションのなんか自分のこだわりがあったんだけど、もうそれは無理でした。でも本当に可愛い、これだけでいいですね。私なんかちょっと濃いピンクだと着てて元気になる、気分がね上がりますね。なんかこういうピンクでときめけるところが、ときめけるって日本語あるかな、
きめくことができるところがなんか、あ、女の子として生まれてなんか幸せだなって思う瞬間だね。全然あの偏見とかじゃないけど、アイテム的にはやっぱさ、女の子の方がこういうアイテム多いじゃない。だから幸せだなって思うね。サイズ感も良さそう。そうだね、重ね着とかはちょっとできなそうな厚さだけど、今日はあと刺繍のお花のイヤリングをしております。ゆるゆる系カシミヤ叫びたくなるぜ。虫食いが怖い。あ、どうなんだろう。虫食いってなんか大きい虫なんですか？あんまり虫食いに出会ったことないんだけど、気をつけた方がいいのかな。だから CM とかやってるの。あれ見えないよ。あ、めちゃめちゃちっちゃい虫なんだ、虫食いのあの虫は。へえ、ほんと？え、どこからやってくるのそれって。目に見えないんだ。へえ、いい素材ほど狙われる。え、初めて知った。あ、でもあんまそんな、あ、これ虫食いかなーみたいに思った穴あんまり、出会ったことないから大丈夫かな。ちょっとこの冬は強気で防虫剤とか置かずにちょっと過ごしてみます。春になって、あ、穴開いてると思ったら次から気をつけるね。ちょっとね、買いに行くのめんどくさい。あ、だからって言って送っていただかなくても大丈夫なのでちょ、めんどくさいかな。ちょっと今回は大丈夫です。今日髪型美容室？え、嬉しいぞそれ。美容室に行ったって思われるぐらい整ってるってことかな。綺麗？いや、最近さ、髪の巻き方をなんか安定した形でなんか自分でセットできるようになって、なんか見つけたの。なんか半分はこっちに巻いて、上半分はこっちみたいな、自分の中で安定するなんか巻き方を見つけて、嬉しいな。なんかランダムに巻いてたりしたから今までモハモハモハってなってたけど、巻く方向をなんか揃えてみたいな風にやってみたら、なんかこういうなんか綺麗にまとまるようになった。そうなんですよ8年目にして。そうなの、もっと早い段階で見つけてもいいはずなんだけどね。最近そういうのないかも。あ、これがやっぱ自分に合ってるみたいなの、いろいろ最近この年数にして見つけております。あんまり詳しくなさそうな男の子の男性の方たちに言われて、なんかういってなってます。あー、よかった。そう、あんまりそう、そこを追求したことなかったから、メイクさんにやってもらえばいいやと思ってたから、よかったよかった。そうだ
司会みたいな時は結構自分でメイクっていう感じですね。そうなの、意外とそういうとこそう無頓着で違うところになんか興味を持ってたりとかしたから、やっと最近そういうのにちゃんと興味を持ってきましたね。今日は茨城話多かったですか？うん、ついこの間ね、あの写真あげたりとかそういうのがあったから、みんなその話題に触れてくれて、今度行くって言ってた人が多かったので楽しみだな。感想が今はどんな歌聴いてる？あんまり今アウター登場してないです。もうちょっとしたら下ろします。よく歌えた。いたけど、もうよく今日ずっとお話し会だったし、私もずっと自分のとこにブースというのかな、自分のとこにずっといたから、横だけじゃなくても全然、隣にひいちゃんがいたんだけど、あと下尾くんとすれ違ったな。あとの人全然今日絡みなかった。あ、なるちゃんが何か同じものだったけど別々だったんだけど、何か収録してるところを見守ってたりとかレーンっていうか、隣の人とかだとちょっとした休憩時間にそうお話できるけど、もう他の人とは全然、同じ場所にはいるんだけど会えない、すれ違いもできないし、そう喋りもしないで、自分が休憩でやっと自分の楽屋スペースに戻ってたとしても、もう帰っちゃってたりとか、うん、だから全然私みんなと写真撮れないんだよね。だいまあ結構あの6部とかあったりする人たちはもうずっとあれだね、自分のブースのとこにいるかもね。なんだろう、私あれかな、サイン書くのにできなくて、それができたらねもうちょっとコンパクトにできるんだけど、ちょっとその辺不器用なので、つむじフェチだから大丈夫だって、そういう問題じゃないのよ。そう、目線ずれるのよ多分今も。あ、まあ、今あれか、私は今コメント見ながら話してるんだけど、リモートのあのお話し会ってさ、私がファンの人のお顔見ながら話しちゃうと、ずっとファンの人は私と目が合ったっていう感覚にならないのよ。私はあのカメラを見てないから、ファンの人が映ってる画面を見ちゃってるから、だからこう見るとさ今目が合ってる感じになるけど、でもこれを見るとファンの人がどういう顔して話してるかってわからないのね、こう見るから。そうだからなんか実はリモートお話し会の方がさ、結構お顔をさ覚えるっていうのが結構難易度高い。名前は覚えられるんだけど、あのキャッチフレーズじゃなくてなんだっけ、みんなのニックネームやキャッチフレーズはやばいニックネームとお名前は見れたりするから覚えるチャンスなんだけど、こうチラッチラッチラッみたいな感じになっちゃう。そう難しいね、だから直接会うともうそのまま見ればいいんだけど、やっぱこのレンズを通してっていうのがすごいややこしいね。え、何キャッチフレーズあるの？やってよ今度あるんかい。なんだ、ごめんね、振ってあげればよかった。やってね、じゃあ次キャッチフレーズあるらしいから。
そうなの、意外に顔が見れないの。実はそういう、なんだろう、結構難しい部分があるんですよね。別にこれバラす必要ないかもしれないけど、だから今めっちゃ私と目が合って話してるなと思ってる時って、明日レンズ見て話してるからお顔見れてないの。だからどんな表情して話してるとかが分からない時があるから、だからちょっと目をキョロキョロしててもちょっと気にしないで、すごいこっち見てこっち見てこっち見てってやってるだけだから、そうよそ見 してるように見えるけど、でもよそ見はしてないから、そこはちょっとそう気にしないで、それ普通みんな分かってない。いや意外とそう、まあ気づいてる人はもう普通に気づいてるかもなんだけど、あ、ほんと、あ、そっか、お仕事でリモート会議とかやってると確かに、ああ、なるほど。あ、本当だ、教えるとは。本当だ、ありがとう、教えてくれて。あ、たっちゃん。あ、りんちゃん、ハッピーバーって言ってくれてる。嬉しい。ありがとう。ちょっと早めのお誕生日おしろいただきました。ありがとう。わーい。誕生日に住みかを与えられました。わーい。りんちゃんドボン来ないかな。実はちょいちょい登場しているのですよ。まあでも夜かな。だいたい22時から24時頃出没してます。ちょっと11月の初め久しぶりにランキング入りした。私めっちゃ久しぶりだった。ワールド、あーワールドの方私やってないな。やってる？みんなは AKB ワールド動くやつ動くよね。あれ撮るの大変だったな。あ、簡単に先に進められないんだ。いや、やっぱりね、あれ動画で結構あるから。確かに重そう、データとか。あ、そうなんだ。頑張れみんな、頑張れ。電話かかってくる。面白いよね、あれ。プロデューサーさんっていう設定なんだよね、みんな。セリフ多いから。なんか、こんな感じで、みたいなニュアンスを伝えられて、もうその場で即興で撮るの。あれ、すごい頭、めっちゃ回転させて撮ったな。すんごい量撮って、私たちも。
あれどんどんこれからアップされていくのかな。好きな色黄緑。黄緑も好きだけど、カーキって答えればよかったな。黄緑だとちょっと明るいな、私が好きな緑より。アクセント、あ、イントネーションのこと。でもね、撮影にこの一緒に立ち会ってくれたスタッフさんが韓国の方がたくさんいらっしゃって、そうだから多分私が間違ったこと言っても多分気づかない。多分ニュアンスとかはすごくいろいろ、もっとこうの方がいいよみたいな感じでアドバイスくれたりとかチェックしてみてくれてたんだけど、うん、劇場ですか。劇場はね、11月は多分難しいと思う。なんかもういろんなお仕事があったり、あとあれだな、コンサートのリハーサルとかが入ってきたり、だから11月、だからもう当日にまずこの、ね、生誕イベントできるのがなんか奇跡。なんか自分のお仕事でもなんか同じ、なんか一つのこの仕事とこの仕事が時間かぶっちゃったから、こっちの仕事途中で抜けてもう一つの方に行くみたいなパターンもあったから、そうなの、11月はね、そう、ありがたいことなんですけれども、ちょっと忙しいですね。利根川と呼んでみて。利根川、あ、分かった、利根川って私が読めないと思ったんでしょ。読めるし読めるもん。最近は書き物とかないの、めちゃめちゃありますよ。なんかいろいろ自分が直接デザイン関わったのは T シャツとタオルだけだったから、なんか他にもいろいろついてて、なんだこれと思った。これ何？これもあったんだけど、なんだこれ、タペストリー、タペストリーっていうなんか分かんないけど入ってました。タペストリーってなんだ、これなんか箱になんか入ってる、ペンだね。うん、
クしてたけど。これが T シャツ？こんな感じでした。2つあるから片方切っちゃおう。お得意の T シャツ買ってみよう。私は一番これが気に入ってるかな。コート風タオル、デデン、これ気に入ってますね。何に使おう。じゃん。あ、何と思ったらマルシー AKB48 でした。抹茶じゃないもん、カーキだもん。あれ、これであなたも生徒会長に。やったね。あれ、星がない。あれ、あ、こっちか。ここにちゃんと星があるというね。やったじゃん、みんなも生徒会長ごっこできるじゃん。どうしよう、何に使おうかな。ドイツ語なんて書いてあるの、何にしたっけ、忘れてた。自分でやっといて。なんかセリフから取った気がする。なんだっけ、なんか王様がどうたらみたいな。何のセリフから何を取ったか忘れちゃった。ヌルだ、違う。バカにしてる。バカにしないでよ。ちょっと名セリフ、生徒会長ヌルだ、絶対ヌルだじゃない、なんか私が王だみたいな、なんかそんな感じだった気がする。あ、シャツはね、シャツもそう、なんか自分でなんか翻訳のなんか使って調べたんだよね。それもセリフから取ったな。父はそれもさっきからバカにしすぎなんですよ。で、これは私に従えだった気がする。ごめん、ちょっと全部覚え前にデザインしたから忘れてしまった。多分私に従えだった気がする。大喜利じゃないのよ。上見るな下見る、あのこないだ夏のは一言も言ってないので、あの不採用です。あと DVD はちょっと後でいただくとして、写真だけ先にいただきましたね。これあと、なんかあとあれ、もう3パターン、花組のやつとか。てんこれいいよね、好き。私もね、みんなのいつ届くんだろうね。爪ピンクな、そうなんですけど、ピンク、めっちゃピンク。おさげに見える？あ、これ？そうかな？おさげではないですよ。ああ、進学生のあれじゃない？あれ、なんか
大学進学するのも優遇されるぜみたいなこと人が大学生してるんじゃないですか。おそらく。ああ、確かに受験してなさそう、推薦で行ってそうですね。羨ましいな。リンリンマジ赤いです。赤いかなこれ。ピンクなんだけどな。あ、それ言ってた、みんなも7日のお洋服何着るかって話ですか。そんなドレスコードとか薄着ございませんので、お好きな格好をして来ていただければ。あと多分何かのご案内のところに軽食って記載されてたから、その場で食べるみたいな、テーブルあるのみたいな感じで今日たくさん聞かれたんだけど、やっぱまだコロナ禍ってことで同じところで食べるってわけにもいかないので、お配りいやー、ディナーショーいつかやりたいね。ディナーショーバスツアーは本当にやりたい。もうそれがやりたくてやってるぐらいまでだから、絶対実現させたい。でもディナーショーって言っても私は別にご飯食べられないんでしょ。私もご飯食べたいのよ、一緒に。だからディナーショーってみんながディナーをしてて、私は別に一緒にのんびりご飯食べるわけじゃないから、私はみんなが食べてる中で一生懸命せっせと何かをしないといけないってことだから、ディナーショーじゃなくてただのお食事会がいいかな。あんまりそんな、そうですよね。まあ主催者は食べてないですよね。ごめん、私ディナーショーじゃなくてご飯会がしたいんだわきっと。お会食だわそれ。ごめん、ディナーショーやらないかもしれない。私もご飯食べたい、食べたいだけ。そうなんですよ。格が下がってる。いいじゃん、一緒にご飯いいじゃないですか。あ、バーベキューいいですね。それこそ、それはもうあれだね、バスツアーですね。ねえ、バーベキューいいな、バーベキューいいな。でも結構ホリプロでも過去にバスツアーやったこと、私とたまにマネージャー様がにお手伝いしていただき、それで完結する形。
ですね、もうそろそろ終わりですかね。今日はもうそろそろ配信終わりにしたいと思います。いやありがとう、こちらこそたくさんお話し会来てくださり楽しかった。今日みんなも疲れたと思うけど、そうねそうなのよ、結構ね1人前だと話してる、普通に話に夢中になってる途中でさバッて切れちゃうからさ私はすごい今日やっちゃった、めっちゃ夢中で私が勝手に話してる途中でブツってなってあごめんっていう逆もちょっとあったけど、じゃあそこだけ慣れないですね、まだ。次回は11月20何とか日今日あれなんだね、お休みだったんだね、通りで電車の人が少ないわけだ。あれ今日めっちゃ空いてるじゃんってびっくりしたの、向かってる時にラッキーと思ったら祝日だったらしい。そう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 、覚悟してたのに。あ、そう、車そうなんだ、渋滞してたんだ。で、なんかちょっとだけ軽食とかさ、ご飯買おうかなと思ってたのに、お店もなんか全然やってなくて、そう、薬局でコーヒーだけ買ってそのまま向かった。コーヒーなんか自分の中で見つけた、あ、ここいいなっていうところ。ジョージア、ペットボトルの水出しかな、ジョージアって書いてあるの。あれ、この話って前したっけ。なんかいろんな人にその話してるからもう誰に話したか分かんなくなっちゃったマリアが新聞の読売新聞さんのあれ企画でコーヒーのなんかいろいろやってたって言ってたから、マリアにも話したりマネージャーさんにも、そう、コーヒーを最近飲めるようになったんですよみたいな話してた。誰に話したか分かんなくなっちゃったね。今日もずっとお話し会やってる傍らでずっとペットボトルにストローさして、なんか書いたなってさっきコーヒー飲んでた。そうなの、なんかめっちゃなんか嬉しくてずっと避けてたから、どうせ飲めないしなと思ってあんまり興味持ってなかったから、今まで急に飲めるようになったし美味しいから、今までみんなは何のコーヒーが好きなのかなって気になってそれを聞きたくて、私ね最近ねコーヒー飲めるようになってるみたいな、めっちゃいろんな人に話して、そういうの覚えとこ、ちゃんと誰に話したって、またこの話かよって思われちゃう。そんなところですよ、終わるって言ってめっちゃ長く話しちゃった。そんな感じです、ありがとうございました。皆様おやすみなさいでございます。イエイ、おやすみ、ありがとう。今日はいなかった人もね、次回話し会であと7日にお会いしましょう。イエーイ、おやすみ。今日は平和の終わり方切りますね。おやすみなさい、じゃあねー。